どうもです今日はですね自分の無力を知るっていうことについてお話ししたいと思います。えー、っとですね自分の無力を知るっていうことですね、えー、自,分自分個人ではね、えー、大したことはできない。 ということですね。それをちゃんとこう理解するということですね。自分の無力を知るっていうことは大切だと思います。無力を知るということですね。無力を、えー、自分のね、えー、無力を、えー、知ることによってですね、えー、素直になるんですね。素直になると目に入ってくる情報が変わってきます。でその 目に入ってくる情報が変わってきた情報をですね、えー、謙虚に、えー、受け止め、えー、謙虚に受け止めるんですねで謙虚に、えー、正しい情報を、ね、受け取ってですねで素直に行動するで行動することによって、えー、習慣が変わりますで習慣が変わることによって人生が変わると。 いいうこととになると思います例えば僕は空手をしているんですけども僕がねまだ未熟なのに、ね、ですね空手は僕はできるんだと言ってあの自己流で練習していたら空手は上達しません。 でえー、そこをです、ねえー、自分は体はできないんだと自分の無力を知ってです、ねえー、素直になることによってです、ね、先生から、えー、指導を受けますよね。で指導を受けてそれを素直に受け取って、えー、謙虚に、えー、行動する、えー、つまり、えー、正しい指導のもと、えー、素直に練習をする。 で練習を積み重ねることによって、えー、空手が上達しですね、でその上達することによって、えー、空手の有段者になっていくというふうになっていって空手が上達していくんですね。そのようにですね、えー、自分の無力を知ってですね、えー、謙虚になって、えー、素直に情報を受け取り、 その情報をもとにですね素直に行動をする行動することによって人生をより良いものにしていくということですねそのためにでもですね自分はそんなに大したこと大したことはないと自分の無力を知ってですね素直に行動して人生を変えていきましょうということで 今日は自分の無力を知るっていうことについてお話しさせていただきました。今日の動画は以上となります。ありがとうございます。